陰謀論陰謀論って言ってる人って情報弱者の人たちなんだけど、うん、もう国を守るっていう大事なことをマーガリンすら止めれない人たちに、うん、よく任せれるね、あなたたちどんだけ話し合ったって一番大事なこと言わないじゃん、各省庁のトップ官僚が、うん、でそこで月2回呼び出されて、お前これどうなってんねん、あれどうなってんねんとか命令されてて、それをただやらされてるだけの国なんだよね。マーガリン、給食のあのマーガリンってトランス脂肪酸って聞いて発がん性が分かっちゃって、はい、世界的に全世界で今発売できないんですよ、はいはいはい、もう先進国でマーガリンを売ってるとこないから、はい、で日本は今日ね、今日よ、子供たちの給食に未だに出して脳に対して悪い発がん性があるって分かって全世界で、でこんなことも言うじゃん、うん、ね、陰謀論って言われるのよ。じゃこれ陰謀論なのって、うん、だから、だからもう何も調べずに、うん、だから陰謀論陰謀論って言ってる人って情報弱者の人たちなんだけど、うん、はい、知らない人たちだから、はい、で一個一個別に調べていけばいいじゃんって、はい、じゃあマーガリン買ってきてよって、うん、世界の国々って、はい、日本って給食で子供に出してんだよと、うん、じゃあなんでなんと、世界中が発売禁止になっても日本の国会議員って止めれないんでしょ、マーガリンすら、もっと大事なこと任せれる、そんな人たちに、マーガリンすら止めれないんだよ。マーガリンも国防とかさ、じゃ国を守るとかさ、はい、ね、防衛費を何パーセントとかさ、うん、はい、もう国を守るっていう大事なことをマーガリンすら止めれない人たちに、はい、よく任せれるね、はい、だからその理屈って何かわかるって、要は自民党が決めれないんだよと。だって自民党って言ったって普通のいい人よ、うんうんうん、別にだって普通のおっちゃんおばちゃんが選挙で勝っただけだもん、うんうん、じゃあ自民党さんでも公明党さんでも止めれないんでしょって、うん、マーガリンすら、じゃあそこを考えなきゃダメだよって言ってる、マーガリンすら子供たちに食べさせたらダメ、いろんな市民団体が声上げてますよ、はいはいはい、でもテレビ一切取り上げない、子供たちに食べさせ続けて、じゃあそれって子供の脳をどうしたいの、子供の脳を良くしたいの、それとも子供の脳を悪くしたいの、うん、子供の体をきれいにしたいの、それとも発がん性物質を食べ続けさせたいの、どっちですかってこと、だから日本を滅ぼしたいのよ。でそれを言ったら陰謀論って言われんねん、言ったらあかんねん、この国ではもっと強い人たちが牛耳ってるから。陰謀論とか言ってる人が、うんうん、食いたければマーガリン食えばいいだけで、うん、給食に出されると、そうだよ、要は自分の子供が、うんうん、食うわけじゃないですか、うん、それは嫌じゃないですか、うん、やっぱり、うん、世界中でもう禁止されてるものを給食出されたら給食をやめてくれってなりますよね。なるよね、はい、今は100人中さ80人がマーガリンパンに塗ってたら、はい、20人の人は言いにくいわけよ、はい、いやそれ体に悪いんだよとかってさ、はい、やっぱり言いにくいわけよね、いいですね、はい、うん、100人中80人の人が間違ったことをしてるのに、間違ったことをしてる人たちが発言権強いわけよ、だからなんかおかしいよねってなるわけよね、はい、うん、ちなみに経済的にはなんか止まってるじゃないですか、うん、まあ、成長が、うん、これはぶっちゃけ何のせいだと思いますか、経済、日本を勝てないように勝てないように、はいはいはい、あらゆるところから勝てないような政策をされてるんだよね、だからもう経済評論番組とか、はい、もう全然全く意味がなくて、はいはいはい、どんだけ話し合おうが、はいはいはい、要はあなたたちどんだけ話し合ったって一番大事なこと言わないじゃんって、これは僕アベマでも言わせていただいた日米合同委員会っていうね、はい、ニューサンノーホテルって東京の港区にあるんです、麻布に、はい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 、でもこれアメリカの軍の施設で日本人入れないの、うん、泊まれないってことですか、泊まれない、アメリカ軍の施設なんですよ、はいはい、でここに日本の官僚、まあ経産省とかね、財務省とか、はいはい、ね、そういう省庁があるでしょ、はい、その省庁の官僚と言われるトップ官僚、うん、偉い人、偉い人たちが次に呼び出しを受けてるの。でそこはアメリカだから、はいはい、軍の施設だから、はいはい、逆らえないんですよ、要は違い保険って言って、はいはい、日本の法律じゃないから、はいはい、だからその逆らえないニューサンノーホテルに月2回呼び出されて、で各省庁のトップ官僚が、お前これどうなってんねん、あれどうなってんねんってこう命令されてて、それをただやらされてるだけの国なんだよね、日本っていう国は、はい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 、うん、だから政治家が何か言ったところで、もう脳神経を犯して発がん性があって地下水を汚染するって分かってるラウンドアップ除草剤グリホサートすら政治家止めれてないっておかしいでしょ、
じゃあ食品安全委員会ってなんやねんって話で、はいはいはい、名前だけなんか安全っぽいじゃん、はいはい、でも、ま、真逆のことしてるわけよ、はい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 、で食品安全委員会が決めたら、はい、自民党さんがどんだけあれでもさ帰れないわけでしょ、はいはいはい、じゃあ何なのこの国っていう風になるわけだよね、はいはい、でここで若者たちがどこに入れたって一緒、選挙なんか行ったって私たち参加したってどうせ変わんないっていう気持ちは分かるんだけど、はい、でも今回もオセロの角っこ取られたら本当に笑顔が消えちゃうんだよね、はいはい、長い間もう多分復活できないかもしれない。だから80年前は日本っていう救世主がいたよ、はい、だからみんな馬小屋の横で飼われてたけど、はい、日本が撃破してアジアの人たちを助けてったわけよ、はい、で僕らは世界史の教科書を書き換えられて言ったらダメなの、日本が助けたって、はいはい、日本は悪いことをした、日本が起こした戦争だ、日本人は悪いんだっていう教科書で習って、あ、日本って悪いんだ、日本人って悪いんだっていうふうに勉強しなきゃダメなのね。でも全然違くて、奴隷として飼われてた人たちを助けに行ってたのが日本であって、うん、でも80年前は日本っていう救世主がいたけど今回はいないからね、日本がやられたら終わりですよ、うん、なるほどっていうのがもう間近なんだよね。あと何ヶ月と本当のチェックメイト。なるほど、すごいえぐい話で YouTube 大丈夫かな、ね、赤いパスポートがこれからも力を発揮してくれるんだったらいいよね、はいはいはい、でも来年になったら多分 あの金持ちたちみんな自分だけ脱出しようとするよ来年だったら。質問で、あと何ヶ月後なのって来てます。その緊急事態条項が通りそうなの、これは、はい、解散総選挙とかっていう言葉ね、はいはい、あの聞いたことあると思うんですけど、はいはい、本来だったら3年後の衆議院選挙を、はい、例えば来年例えば解散するって言い出して、はい、郵政民営化の時みたいに、はい、小泉純一郎っていう総理大臣が、はい、ね、あの自民党ぶっ壊すとか郵便局守るんだって言ってやったでしょ、はい、あの時みたいに解散総選挙って言って、はい、その本当は衆議院解散3年後なんだけど、はい、もう来年解散しちゃって、はいはい、で憲法改正した方がいいか問うみたいなことを、はいはい、来年やる可能性とかがあってね、今年から来年にかけて、今統一教会の問題でちょっとわさわさしてるから、はい、まあ、来年にそういうふうに持ってって、でそのきっかけが僕は台湾有事じゃないかなと思ってます。台湾が中国と緊迫してるよね、あれも仕掛けてる人がいるとしたら、例えばね、はい、いるとしたら台湾に対して中国がなんかこう強引なことをして、はい、でそれも実は仕掛けてる人がいたとして、はいはい、ね、で中国怖いよね、中国って何するか分かんないよね、怖いよね、はい、やっぱり自分の国は自分で守んなきゃダメだよね、9条改正しなきゃダメだよね、みたいに世論を作り上げていくんじゃないかなと思ってて、だってテレビがもう、はいはい、テレビ全部牛耳られてるんで、はいはいはい、だから日本っていうのは世界で一番優秀な国でありながら、はい、牛耳られてるっていう特殊な国なんですよ。で優秀のレベルから言ったらもうレベチ、めちゃくちゃ優秀だと思いました。やっぱ海外に行ってめちゃくちゃ思ったの、それは。今日の動画を見てくれてありがとう。